そしてここからです。ここからなんです。実はこのキャンバーとダブルロッカーの違いは、キャンバーの外側にサイドカーブがあるよっていうのが一番の違いでした。じゃあこのキャンバーからサイドカーブのスタート位置までを、ダブルロッカーの場合は両足の外側からもう反らせるけれども、このキャンバーとこのダブルロッカーをうまく混ぜ合わせたら、足元よりもちょっと外側までキャンバー存在するけれども、有効エッジの入り口に向けては気持ちもロッカーが入ってますよっていう乗り物キャンバー構造が出来上がっています。そしてこれのことをっていうふうに名前書かなかったですけれども、これなんでかっていうと、これの呼び方が各メーカーによってお名前が全然違うんですね。なのでこのメーカーはこういうふうに言ってる、このメーカーはこういうふうに言ってる、でも元を正すと、はいはいはい、ここの距離感をうまく調節した乗り物なので、フルキャンバーでもダブルロッカーでもなく、これとこれをうまく混ぜた感じのやつなのねっていうのがある程度見出せると、じゃあここのブランドのこの板はっていうふうに、もっともっと整理して板のモデルだったりとかをまた確認することができるんじゃないかなと思います。この青いスペースはキャンバーなので、このキャンバーの接点とサイドカーブのこのスタート位置にちょっとでも距離感があるとフルキャンバーじゃなくなります。でそれが足元のキャンバーよりも外側までキャンバーがあると、これダブルロッカーじゃなくなるんですよね。足元から外側もうダブルロッカーなんで、これとこれを混ぜるとこういう感じになる。そしてね、このキャンバー構造が、ここ名前僕お話ししなかったですけれども、僕が乗ってる BC ストリームだと、これバリアブルキャンバー VC っていうふうに呼んだりしてます。小笠原だとフリーキャンバーかな、モスだと CS2 って呼んで、グレーだとバリオキャンバーって呼んでっていう感じなんです。名前がいろいろ各社つけてるんですけれども、まあこういう感じですよ。いろいろここの幅の調節とか長さの調節とかをモデルによってブランドによっていろいろやってるので、同じ名前にしないよっていう考え方も、それぞれの会社がブランドがいろいろなこと考えて取り組んでるんだろうなと思うと、僕は全然納得できるので、でもこの辺の部分だけちょっと気にしながら見てあげると、あ、このブランドのこの板はここの距離が10センチぐらいあるんだ、あ、ここは2センチしかないんだみたいな感じで見てあげると、またこの、まあ、BC で言ったらバリオキャンバー、バリアブルキャンバー VC のまた面白さ、 VC の中での違いっていうのもまた発見できるんじゃないかなと思います。で、ハイブリッドっていう言葉が、このキャンバーとかロッカーとかっていうふうにお話をすると出てくるんですね。ハイブリッドキャンバーで、ハイブリッドってなんか2個とも合わせたよっていうイメージでいいかなと思うので、そもそもキャンバーっていうものと反対に反らせたロッカーっていうものがあるので、これとこれが混ざったやつのことをハイブリッドっていうふうにくくっていいんじゃないかなと思います。そうするとダブルロッカーはキャンバーもあるしロッカーもあるので、ダブルロッカーはハイブリッドキャンバーって言って、ああそうだねっていうのでいいかなと。でそこからじゃあこっちに来た時に、じゃあこれはハイブリッドキャンバーって言わないっていうと、まあこれキャンバーもあって少し短いかもしれないけれども、ロッカーさせてる部分もあるので、これもハイブリッドキャンバーっていうふうに言えなくないかなと思うんですね。なんでこの辺もブランドによってカタログによってハイブリッドキャンバーって呼んでるところもあれば、こういう独自の名前をつけて、まあ BC だったら VC っていうふうに言ってたりとか、あとはそもそもこれのことをもうハイブリッドっていうふうに大きく言ってるっていうようなブランドもあるし、っていうふうにハイブリッドっていうのは、まあ両方ロッカー構造とキャンバー構造がどんな割合でもいいから合わせ持ったものがハイブリッドキャンバーっていうふうに考えてあげたら、いろいろ整理できるんじゃないかなと思います。さあ今回はですね、このキャンバーからダブルロッカーから、そして BC で言ったらVC、バリアブルキャンバー、小笠原のフリーキャンバー、モスの CS2、グレーのバリオキャンバー、
っていうような、こういった構造によって乗り味の違いが出てきますよっていうのが知っていただけると嬉しいなと思います。名前はいろいろこうやってついてますけれども、これを知っても、まあ整理ができたらいいなと思うんですけども、もう言ったら乗り方とか、じゃあダブルロッカーの場合のカービングの乗り方とキャンバーの時の乗り方と VC の時の乗り方はどう違って、どういうふうに変えていったら面白いんだろうっていう、そっちの方をどんどん考えていけたら、さらに面白みが深まっていくんだろうなと思うので、次回はこれをどう乗るとどう違うかっていうお話もちょっと突っ込んでしていきたいなと思いますので、引き続きキャンバーを知るコーナーでよろしくお願いいたします。次回は実際の体の動かし方です。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。